内親王は皇族女子の御位または称号の一つ。または内親王の御位を与えられた皇族のこと。現行の皇室天般では天皇から見て着難系着室で二親党以内の女性及び天皇の姉妹に与えられる。かつては内親王宣言を受けた皇族女子に与えられた。かつての律令制では天皇の御子及び姉妹を内親王といった。 なお、中国では、王女の風号は、原則的に、公主であり、内親王は、姫御子の君に対応するものとして、日本で考案されたものとみられる。明治時代に入り、皇室転換成案が起草されるにあたり、その第35条にて、従来の御子にとどまらず、親王妃にも内親王、王妃を女王と規定する条文の策定が検討された。しかし、 アリス側の見当たる人親王が、名文よろしからずと述べ、これに反対した。内親王は王女の将であり、王号は皇統から出たものに限るというのがその理由だった。結果、内親王はそのみくらいの成立以来、王女の称号として存続した。現在の皇室天半では、天皇の着室の御子及び、天皇の着南系の着室の皇孫で女子であるもの、また、 天皇の姉妹を内親王という。天皇、皇太子の娘である場合、さらに、旧のご称号が与えられる。内親王、女王が、皇族以外の親派に嫁すことを効果と言い、結婚に際し皇族の身分を失う。また、古語では内親王を母として生まれること、または、生まれた子を、子女花といった。また、天皇の着室の三親等一園の女子は、女王と言う。 現在、合計二人がその身くらいにある。新村伊ずる編、高事園第6二2063ページ及び松村、明編、大事林第3八1862ページ参照。鈴木正幸著、皇室制度63ページ参照。大事船直径尊族の天皇から数えた数、皇族天皇家の近現代史、小田部雄二中皇新書2009。ありがとうございます。